お盆に向かって一生懸命作っている時期で、7月から8月にかけてが一番忙しい時期になります。どうして線香って使うのか、そういったことに答えるべく中にしおりを入れてます。幸せになる道というものがあるわけですよね。それが仏法ですから、そういうものを分かりやすく解説して入れていこうというのが、うちの会社の趣旨ですし、一生懸命私も書いてます。